大谷翔平と3回だけ喋った元捕手が語る人間性、私を忘れていてもおかしくないのに。大谷との秘話を振り返ったのは、エンゼルスとレンジャーズで7年間プレーした元捕手のジャック・クルーガー氏。翔平大谷について、あなたがこれまで聞いたことがない3つのストーリーをと日本時間12日早朝にツイッターを更新した。同氏はキャリアのほとんどを参加のマイナーで過ごし、メジャー出場は1試合しかない。しかし WBC で活躍する大谷と触れ合った時期についてツイッターで振り返った。5つ目のストーリーとして、2018年の春季キャンプで報道陣の数に嫌気がささないか尋ねたことを明かしたが、3つ目はレンジャーズ移籍後の話だ。2022年クルーガー氏は予備登録選手だった。エンゼルス戦でアナハイムに遠征。この時点で私は翔平のブルペンを受けたのは1回だけだった。彼と話したのは短く3、4回と深い関係ではなかったという。しかし外野フェンス際で練習していた大谷は10メートル近く離れたクルーガー氏を見つけ反応したという。彼が次のセットに入ろうと振り向いた時、私を見つけた。彼は目を大きくし満面の笑みを浮かべた。彼はやっていたことを止めて、私たちは駆け寄って中間地点で対面した。私たちはハグを交わすと、彼は私に近況を聞いてきた。私も同じことをした。翔平のキャリアと人生において、私がいかに取るに足らない存在かは強調してもしきれない。それでも、彼は最大級のリスペクトを持って私に接してくれた。共に過ごした時期は多くなかったが、しっかり覚えてくれていたスーパースター。クルーガー氏は感銘を受けたという。彼が私のことを忘れていても全然おかしくなかったのに、彼は忘れていなかった。翔平と過ごした少しの時間から、私は彼がどうやって生きてきたのか感じ取ったとし、こう続けた。喜びにあふれ、礼儀正しく。日本を歩き回り、彼の顔がどこに行っても貼られているのを見て、私はさらに彼の人間性と敬意に感銘を受けた。私は彼の最大のファンかもしれない。何か欠点ないの？完璧超人すぎる。もはや完璧なのが欠点。野茂もそうだったけど、多分自分の投球内容ほとんど覚えていると思うよ。大谷はすごいな。人の顔や名前を覚えるのが苦手な俺には無理だわ。この人も良い人なんだろうなと思った。さすがだ。かっこいいスーパースター大谷さん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。